はい、こんばんは、ヤムリョウと申します。今日はね、何を撮っていこうかというとですね、スターステールからの、新提案ということでございますね。何やっていう話なんですけど、まあもともとね、うちのスターステールってまあね、略称っていうか正式名称はスターステールプレゼンっていう名前なんですよね。で、まあこっちの動画の配信とかこういうのをやるのをスターステールっていうプロジェクトにしてるっていう、大掛かりっぽく言ってますけどね、ぼっちの妄想なんであんまり、詳しく気にする必要もないんですけどね。まあプレゼントの方が文芸部門みたいな感じで一応分けてますよ。で、文芸の方は全然手つけれてないっていうだけの話なんですけど、で、まあもともとね、プレゼンツっていう名前でやってましたよと。で、そのプレゼンツっていうのにはね、まあ、いろんな意味合いが困ってます。現在というね、今を映すとかね、いろいろと、なんか最初作るときに、ね、それっぽいこと書いてたんですけど、まあその中の一つにはね、新しい提案をしていこうというね、20世紀最後、ちょうど2000年の12月だったんでね、20世紀の一番最後に作ったんでね、新しい時代に向けてね、どんどんとね、提案をしていこうというね、新提案をしていくっていうようなプレゼンっていう意味合いの、もうこう思ってるよっていうので、今もね、スターステールプレゼンツって名前になってるわけなんですけど、そこでね、思いついたわけでございますよ。まあね、まあ、よく話してますけど、うちのところチャンネルって意外とネタにが尽きるってことがないんですよね。比較的その、使い回しがすごく、得意なチャンネルと言ったらいいのかな、なんで、なんですよ。これ逆の反面言うと、新しいネタの消化が置いとかないという状況になってますよね。まあ、せっかくならね、ここのところで紹介する、自分のところでできるやつやったらいいんですけど、今回紹介するやつみたいに、ちょっとうちのところだと、なかなか、その、制作するのに難しいなとか、いうのとか、いうシステムのやつを、でも、多分システムとして採用すると面白いんじゃないかなみたいなやつを、思いついたらね、突発的に紹介するぞっていうコーナーでございます。こんな喋り方の人間がちゃんとプレゼンできるのか心配なんですけどね。大丈夫かな。一人なんであれなんですけどね。ありがとう、言ってなかった。そんなわけでね、行ってみたいと思います。よろしくお願いします。お。さあ、ということでね、やっていくわけなんですけど、今回ね、提案するのはこちらってことで、まあ、もう出てると思いますけどね、ドドンと、いうことで、何かというと、これですよと、山田式、天国地獄図ルーレットということで、山田式天国地獄スイッチルーレットっていう、やつを提案してみようというわけでございます。第1回はね、こういうのがありますよと。なんなんやってね、まあ、当然、新提案なんで、新しいシステムなんで、ちょっとね、説明が必要かなと思うんでね、ここのところでね、ちょっと詳しく説明していって、あ、これいいやん。そんなに難しい話ではないんですけど、ちょっとうちのところだとこんなと説明しますけどね、条件があるんで、ちょっとうちのところだとこれを実際に試すのはちょっと難しいなと思ったんですけど、ネタとしてはね、一晩寝かしてみたんですけど、いや、これはいけるだろうと。大体ね、ネタってね、面白いなんてガーッと書き溜めるんですよ。うちも200ぐらい書き溜めてるのがあるんですけど。でね、もうね、その書き溜めてあるやつもね、一晩寝かせると大体ね、バーッと、例えば1日10個とかネタ大体出すんですよね、うちのは。1日10個ぐらいネタを出してって。多分多いと思います。1日10個、毎日10個はなんかネタ考えて、ポンポンポンってなってネタを、その晩、ちょっとメモ帳で寝かしとくんですよ。で、寝かしたメモ帳をくらってめくってみると、だいたい半分以上死んでるんですね。うん。まあ、だいたい10匹ね、いつもね、生産するんですけど、10匹中ね、まあ、3匹、4匹くらいかな？うん。さすがにね、半分ぐらいはね、なんかいける気がして書いてたけど、なんだこれみたいなね、ネタがいっぱい書いてあるんでね、そういうの、まあ、そういうのはそういうのでね、うちのところではあまりっていうのは、コンプラ的なやつとかが大体多いんですけどね、これ、いや、法律引っかかるね、ダメだよね、とかね、いうのがね、ベリベリベリあるんで、ダメだ、おめえって。酔っ払ってる時何考えてんだよ、おめえって思いながらね、ベリベリベリ、これ18禁には絶対アウトとかっていうね、いうのがあったりするみたいに。さあ、18禁ネタちょっとやってみたいのもあるんですけど、ギリギリちょっとできないかなっていうのもあったんで、いわゆる、萌え毛、エロ毛について語るネタって、まあ一応そっちの発注とかやってた人間なんでね、テンガとかそういう発注やってた人間なんでね、正直そっちの方が本業でやってて、それでね、いろいろとやってたんで、詳しいな、正直。オタク業界でもそっちの方が詳しいんですよ。ですので、やりたいなっていう気持ちがある反面、業界18、R18 は一発ですぐにアウトになるよっていうのなんでね、そこら辺が難しいなっていうところへ、どういう戦績でいったらいいのか、今コンプライアンス関連をね、そのあたりのガイドラインとかを
いろいろとちょっと英語のやつとかも含めて調べて、この内容だったらいけそうかなっていうところの探り合いをやってる、調査をしてる段階ですね。っていうことなんですけど、そっちの方はだからうちのところもできると思うし、ちょっと得意なところなんですけど、これに関してはその、このルーレットというのに関しては、後でまた言ってきますけど、人手がいるやつになってくるんで、頭数がちょっと必要になってくるんでね、そのあたりでちょっとうちのところは難しいなということでございます。実際の画面見ていきましょう。一応 C を作ってきました。パワポのように見せかけて、Google スライドなんですけどね。こんな感じですと。これが邪魔だ。よいしょ。ちっちゃくなれ。これ。よし。ちっちゃくなった。俺。こんな感じですね。山田式天国地獄スイッチルーレット。まあ、スイッチルーレットとかね、天国地獄ルーレットとか、そんなような言い方になってくるのかなと思いますけど、一応ね、ぜひ採用の際にはね、うちのチャンネルのリンクとかそういうのを貼ってもらってね、これでお紹介の動画ね、このとか貼っておいてもらったらいいかなと思うんですけどね。こんな感じです。で、スイッチルーレットっていうのは、動画企画内で、ご褒美および罰ゲームを、決定する際に使用するルーレットとなります。まあよくあるじゃないですか、ご褒美ルーレットって、まあ有名なのね、東京フレンドパークのね、タワシー、パジェロって言って当たるのが大体タワシーになるっていうね。あのルーレットのイメージをちょっと思い浮かべてもらうのが一番いいと思います。あれはまあダーツで投げるんで、ダーツルーレットなんですけどね。そのダーツ形式にしても別に普通に上で止まるね、ルーレットにしても、いいんですけど、どっちでもいいんですけど、大事なのはまあ、回転するルーレットなり何なり色を使いますよということで。まあ、ルーレットの、普通にダーツのマスにしといてもいいんですけどね。ダーツのマスでこうやってやるようなんでもいいんですけど。で、どういうような感じかというと、まあ、人生ゲームのような定点、これがね、まず人生ゲームのような定点指定式、いわゆる、こうやって針があってね、ここのところにブルルルーって、どこに当たるかみたいなやつでもいいですし、それこそルーレットね、カジノで使うルーレット無駄なんでもいいです。ダーツ形式の、ものを使用するのでも、いいと思います。まあ、形は何でありということですね。で、使用環境が3名以上の参加を前提としています。これ2名、1名、2名だと、使えないネタなんで、なんでうちの場合、今のところバット映ってるので、最大で、映ってるの2名までか。アーカイブ動画のところ4人ぐらい撮ってるのが、チラッと映ってるのがあると思いますけど、まあ、それぐらいしかないんですよね。あんまり大人数でわーっと集まって撮るっていうことがない。でも、まあ、ご時世もあって、多分、やっぱ、ぼっち撮影が多いと思うんで、そうすると、この3名以上の前提になるシステムなんで、ちょっとうちだと使いにくいなっていうのがあるんですね。っていうので、ここで紹介していこうというわけでございます。で、ここで大事なのは、このルーレットっていうのは、ご褒美を決めるルーレットとか、罰ゲームルーレットとかよくあるじゃないですか。これは、天国地獄なんですよ。大事なのは、これ、ご褒美のみとか、罰ゲームのみを決めるっていうルーレットではなくて、ご褒美と罰ゲームが両方あるよっていうルーレットですよっていうのが前提になります。これ何ご褒美のみでは作れないのって言ったら、当然作れないことはないと思うんですけど、システム的には、これはもうご褒美、と罰ゲームが表裏一体になってるっていうのが一番面白いと思うんで、これで提案させてもらいますというわけでございます。そっちの方が盛り上がると思うんでね。で、どういう内容なのかということですよね。進行シミュレーションとしては、まず3名以上でね、何かレースなりね、ちょっとクイズ番組みたいなのもいいです。簡単な競技を行います。これね、多少しょぼくてもいいです。ここに関しては。まあ、ここのところで全力出してたら、それで企画として成り立つんですけど、正直今、いろんな企画をやってすぎて、もう企画だけだとね、ちょっと、過激化もね、もう進むところまで進んでて、コンプラの壁にぶち当たってってなってるところで、多少シャバいのでも大丈夫でしょっていうのは、ここの大前提です。多少シャバいね、ちょっとしたクイズとかね、ちょっとした得票層みたいなね、やつでもいいんですよ。ここのところで凝りすぎなくても大丈夫ですよっていうのはあります。で、ここで、順位が決まるように、例えば1ポイントね、1問1ポイントのね、クイズを何問かやって、それで1位、2位、3位と、順位を決めますと。で、この際に大事なのは、同一順位は生まないようにしないといけません。必ず順位がつくようにしないといけません。同一の場合はサロンですとかするような形で、1位、2位、3位、4位、5位と、必ず順位が決まるようにしないといけませんよっていうのは大事なところです。で、ここからですね、それでルーレットが決まったら、1位の人からルーレットを回します。ですから、1位の人から、ルーレットを回して、それで、その出たやつに従いますよっていう形になります。で、ルーレットとしてはこんなようなやつをイメージしています。
ざっと出てきましたね。まず、スイッチルーレット説明図ということで、ルーレットには、参加人数マイナス1の選択肢を用意します。で、この左の図の場合ですね、俺がまた邪魔、どこに切れよ、今度はこっちに。こんな感じですね、こんな感じしましたの図なんですけど、なってますね。今回の場合は6名でなんかやりましたよ。で、1、2、3、4、5、6のね、順位が決まりましたよ、というような前提だと思ってください。で、そうすると、6種類のマスを用意するんじゃなくて、6人参加の場合は、5つのマスを用意します。今回の場合はこれですね。5つのマスがあって、それぞれに異なる商品、ご褒美がね、書かれていますよ。まあ今回の場合は、わかりやすいように賞金にしました。賞金100万円があって、100万円から、枠の小さい順に大きくなるようにしてるから、100万円、10万円、1万円、で、1000円。で、一番でっかいのは100円というようなルーレットになりますよという感じです。ここがマイナス1になっているというのがミソです。で、この状態で1等の人は、なんや、賞金ばかしかけたり、なんや、罰ゲームどこ行ったんやって思うかもしれませんけど、1位の人はですから絶対に賞金ゲットです。全国しか当たりません。だから1位になる価値もあるんですよ。絶対に外れはないよっていう状態で投げます。で、異なるサイズにしておきます。で、1位、2位からこういう感じなルーレットになりますよってことね。で、すべてご褒美を選択肢となるように設定してあります。ということですね。これ、まずは天国モードですね。天国モードになっているところで、1位の人は投げます。そして、ね、100円だったらわーってなりますし、100円やったらおーってなるわけでございますね。っていう風になりますよっていうやつでございます。で、大事なのは投げ終わった後ですね。1位の人が、何かしらを当てました。そうすると、ここだと何を想定したっけな。あ、こんな感じね。一等のものはすべてご褒美の中からルーレットで選択することができる。まあ、罰ゲームになることがありません。1位の特権はこれです。罰ゲームは絶対に回避できます。っていうのが1位の大特権になります。その上で賞金が誰がもらえるか。さらに、これで例えば100万円のところ当てたら、100万円ももらえて罰ゲームになると思って投げて100万円ももらえるという超いいやつになるわけですね。で、まあ、これ別に1位100万円に限らなくてもいいですよ。で、もっと、いろんなね、旅行券とかでもいいですし、ね、何か、休暇プレゼントとかね、そういうような感じでもいいです。まあ、今回分かりやすくするのに、程度も分かりやすくするのに、一番お金が分かりやすいんで、100万円から100円っていうのが一番分かりやすいと思うので、これにしましたけど。ということです。大事にの1位の人が、必ず、罰ゲームになることがない状態で投げれるよっていう環境です。だから、シャバいゲームでも1位になろうと頑張れるんですよね。こうすると。いいのがあります。で、次は、で、今回の場合は、1位の人がポンと投げて、100円のところに当たりましたよ。ああいう、たわしみたいなもんですから、やっぱ1位って、100円、ってなるわけですね。で、そうすると、選択されたご褒美のところですね。100円が当たったら、罰ゲームの選択肢にスイッチをします。ですから、そこのところがペリペリペリとめくれたり、まあ、裏返したり何ないかわかりませんけど、いや、賞金100円やったところは、ベリベリベリとめくれて、罰金100円になりますと、いうわけですね。スイッチにする。この際、枠の広い、ところは優しいマスが、ですから、枠の狭いところは厳しいマスが現れることです。ですから、罰ゲームの1等から5等、まあ、なんていうか、罰ゲームの1等が一番厳しい罰というふうに考えるなら、罰ゲームの一番シャバいやつがここに来るっていうわけですね。うん、ですね。で、右図の場合、賞金100円の枠が罰金100円になって、賞金100万円、ですか、もし100万円を当てると、罰金100万円になると、いうわけですね。これがミソで、1位の人が賞金100万円当てました、わーって言ったら、そこで盛り上がりになって、後見られなくなっちゃうじゃないですか。違うんですよ、ここのところは。賞金100万円1位の人が当てたら、2位から 6位の人には、罰金100万円になる可能性が出てくるわけです。で、2位の人の場合は逆に100円を当てられると、今度、一番マスの大きい罰金に当たる可能性が出てくるわけですよね。逆に、2位の人には 100万円が当たる権利も残る。で、こうすると100万円の権利が最後の人にも残りやすいんですね。でも、うまいこと100万円とかも当たって全員当てられると、最後の枠の人は罰金しか残ってない可能性があるわけなんですよ。ですから、その、賞金が絶対もらえないことが確定するかもしれないっていうので、最下位にはなりたくなるじゃないですか。
これが例えば激おむ罰ゲームとか入れとったりね、まあ例えばふんどし2週間ふんどし生活とかね、そんなんとかね、ファラオ生活とかどっかのあれになってきますけど、いうような中入っとったりすると、一気引いとくじゃないですか。100万円がペラッとめくれてね、3ヶ月ファラオってなっとったら、ってなるじゃないですか。っていうことでございますよ。100万円ももらえられてもなくても、やるのがすごいなと思いながらもね、そんなのがあるわけでございます。そうすると、シミュレーション。出るかもしれない。で、2位が出ても、これ大事なんですけど、罰金枠は賞金枠にはもらえません。賞金枠は罰金になる、戻りくんですけど、罰金から賞金に戻ることはない。ご褒美に戻ることはない。地獄しかないです。天国から地獄に落ちたものは天国には這い上がれないという。なかなか、救いの手もないんですけど、そうするとなんか、一番最初に100万円、わーって当てたってなったら、罰金100万円、激おも罰ゲームが、すべての人に当たるかもしれないという、ひいつきが、6位の人の最後の泣きのところまで残るんですよ。ですので、視聴維持率につながるというわけでございますね。いうのが狙われるというわけでございます。ですので、罰金100万円になりますよということです。で、今回の場合は、まあ、普通にね、100円のところに当たりましたよね、罰金のところで、ね、次の人が回してきますよっていう感じですね。で、次の人が回していったりすると、まあ、こんな感じですね。100万円のところが当たったりしたら、その人、わーって喜んで、そこで人と盛り上げができるし、その次からは、おい、罰金100万円になるかもしれねえぞっていう、比率が生まれるってわけですね。2位以下のものは、ですから、罰ゲーム枠を選択してしまった場合は、その場で多くのやつは消えない。だからここに書きましたね。罰ゲーム枠はご褒美枠に戻ることはなく、そのまま罰ゲーム枠となります。ですから、どんどん罰ゲーム枠は増えてきます。で、1位の人は、ですから、絶対に罰ゲームがない状態で投げれるっていう特権がありますよ。1位特権ですね。そうすると、これをすると、当然上位の方の一つでも上にいた方がいいんで、途中のゲームも、中間層がだるまなくなるとかね、そういうようなのも狙いとしてありますよっていうことです。ですので、導入メリットとしての効果予測としてはね、こういうようなのを提案させていただいております。普段あれですからね、一応そういう仕事もやってますからね、ということでございますよ。一応効果予測としてはこういうようなのがありますよと。視聴維持率の向上ですね。まぁ、ちょっと喋ったかな。企画本編が大掛かりでなくても、終盤まで見どころを作ることができます。賞金100万円が最後まで残ったら残ったで、最下位だった人が100万円のチャンスがあるかもしれないって言って、見るでしょっていうことでございます。ことができます。で、しかもこれ100万円って一番枠小さく、激狭にしておけば、まず出ることがないんで、運営的にも逆に100円、最終的に全員100円しか当たらなかったって言ったら、100円の600円の、企画費で、ひりつく動画が撮れるという、あれなんですよ。っていうのも美味しいところなんですね。で、最初に1等が当たっても、激おも罰ゲームになる可能性が発生するため、最後まで維持することができます。ですから、その分視聴維持率。ですから、後編のね、軽いゲームやった時、ところで一つの盛り上げる技量を作ればいいですし、そこのところがあれでも後半のところで一つでかいのを持ってくることもできるよというわけでございますね。ですから多少シャバくいいなと思って企画として通用しなかった企画を再生することができる、企画のリユースですこれだったらね、何回かやっててもね、結局このルーレット自体は比率付きが絶対生まれるシステムになってるんで、だからね、小さいところだとどうしてもここの賞金100万円がね、ネタもこぼれもできないから、一番でかいところ1万円とかにしてるとね、あんまり、綺麗な感じに見えなくなりますけど、ですから大きいところでしたね、賞金100万円とか別に用意とかできるじゃないですか。車1台とかね、そういうのなんでもいいじゃないですか。まあ、取れるところなんで、じゃんけん一つで1000万のね、ベストとかね、あったりするわけですからね。っていうことを考えると、こういうのありじゃないんじゃないかな、というわけでございますね。で、演者のモチベーション維持の効果がありますよ、ということです。つまり1位になると罰ゲーム免除が確定する。ですから、序盤にやる、その、前半でやる、その、ゲーム、企画としても、多少しゃばいやつでも、モチベーションが維持ができます。で、優勝争いも盛り上がります。そこのところがね、設定も盛り上がるし。で、少しでも上位になった方が、その、ご褒美得られる確率が上がりますから、当然、最下位争いとか、中位のところも、ですから、中だらみね、プロ野球が今みたいに、その、クライマックスシリーズがなかった時って、3位争いって全然 A クラス争いって盛り上がらなかったわけです。じゃないですか。まあ、開幕3連戦がね、そのホームでできるよぐらいの感じのやつですから、もうちょっと特権はあったはずなんですけど、っていうのがあったんで、
そういうので言っても A クラス、B クラスぐらいのあれだったのが、クライマックスシリーズって言って、そこに出れるか出れないかっていう3位争いが引くことによって、中盤もね、盛り上がりが見せるっていうんで、まあ、で、プロ野球の場合はどうしても5位、6位争いとかになってくると、盛り上がりに欠けるっていうのは、どうしても残ってしまってるんですけど、そこのところはここ1の場合は、最下位争いでも盛り上げることができる。最下位だったらもう全部罰ゲームで、何の救いもないかもしれませんよ、とかっていうね。でいいか、より厳しくなる条件しかないですからね、そういうところが盛り上がりになるんじゃないかなという予測でございます。で、まあ、一応デメリットも説明しておきましょう。想定されるデメリットも思いつくだけ書きました。まずは3名以上の参加者がいないと成立しない。ですので、こういうふうにボッチで取ってる人とかはこれをやりようがない、ということですね、で2人とかでも、2人でもこれ厳しいです。2人だと選択肢1になっちゃうんで、無理で、まあ、2人でね、選択肢を2つにしとくとか、まあ、こういう6つくらいやってね、選択肢作って、やったら足るかなと思いますけど、それだとちょっとね、運用的には厳しいかなという気がしますね。っていうところなんで、3名以上でないとちょっと厳しいのかなというところでございます。で、運営側の管理能力がなければ成立しない。そうだ、あと複数にしておくと、最下位になってもご褒美をもらえる可能性が絶対あるよねってなるので、それは比率かないんですよ。最下位の人は希望が何も残らないかもしれないっていうのが比率と思うんで、なんでこの N-1 のシステムがいいと思うんですね。で、運営側の管理能力ね、例えば1位のご褒美の提供能力とか罰ゲームの遂行能力がなければ成立をしないんで、重たいのをね、書くだけ書いてもね、できませんでしたって言ったら、ね、結局そのチャンネルの信用度につながってしまうんで、結局全体的につながらないので、ここのところが大事になっていくかなということですね。あとはルールとアプリなく実物で行う場合に、導入コストや管理コストがかかってしまう。そうですね、でっかいルーレットとか動画映えするようにしてやるってなると、それなりに管理するのが大変になったりしますからね。まあ、アプリで今、ルーレットアプリとかあるんで、それ使ったらもうできるんで、それだったら導入コストは抑えれるんですけど、まあちょっと盛り上がりには欠けるかもしれないとかっていうのはあったりしますけどね。まああとは簡単なダーツみたいなやつって、別に円ではなくてもいいですからね。だけで当たったところが、ね、切り替わりますよって、キュッキュッてマジックで変えたればいいとか、そうなんでもいいですからね。うん、簡単なやつの場合はね、まあ大掛かりにやるんでしたら、ちゃんとペリペリペリってめくれるね、テレビ番組みたいに、ね、ペリペリペリってめくったら罰ゲームが現れたとかっていう方のが多分盛り上がると思いますけど、そうするとちょっとコストがかかるかなというのがあります。あとは、4つ目の問題として、撮影時間は長引きます。普通にクイズやって終わりね、クイズやってお前が罰ゲームね、最下位罰ゲームとかね、1位がご褒美だけの方のが当然撮影時代短くできるんで、そこのところでできるような企画にこれを持ってくると単純に長い動画になってしまうので、ちょっと厳しいかもしれない。ですから、これの場合は、前半のそのクイズとかそのあたりは軽くで、軽いクイズみたいなのでもいいんじゃないかなというふうに思います。っていう感じでございます。で、そうすると、前半でそのシャバい企画ほど、撮影時間、頑張ってやろうとしてね、撮れ高がないのにね、無理やり頑張ってね、長時間の尺作ってみたけど、5分の動画にもならねえわ、これっていうね、こととかが起こるんですよね。そういうのを防ぐためにも、もう初めからもうシャバい動画ってね、そこの前半はシャバいって、割り切ってね、やってしまえば、そこのところの収録時間を短くすることで相殺ができるのかなっていうような時に使うっていうものとなります、ということですね。というのが以上、ずっとね、山梨式天国地獄、スイッチルーレットと、の説明でございました。まあ、こんな感じでね、いろんな提案をね、またね、ネタ自体ではいろいろと思いついてるのがあるんで、それをね、いろいろと、まあ、ちょっとうちのところでは実行しているという、まあ、今もう、すでに収録、8月に収録したものが年明けに回ることが確定してるっていうぐらい、動画のちょっとストックがもう、パッツンパッツンなんで、今もう2月分ぐらいまであるのかなっていうぐらいまで取れちゃってますんでね。そのあたりもね、うちのところの評価もちょっと置いといてないっていうのがあったりするんで、うまいことね、やっていくためにもね、こういったような動画も出していきたいなと思っております。まあ、ヘアルネットちょっと臨時ボンボン測るみたいですかね、ような感じでやっていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、もしね、このシステムいいじゃんっていう方はね、ぜひ自由に使ってください。で、ぜひね、その際にあれですよ、
うちのね、チャンネルのね、リンクとかを貼っといてもらえると、チャンネルとか、まあ、この動画でもいいですし、この動画のリンクでもいいし、チャンネルのリンクとかいいかな、貼っといてもらってね、誘導してもらえると、非常にありがたい。というわけでございます。ということでね、まあ、こんな感じのこともまたやっていきたいと思うんで、あ、これいいや、今後もね、ちょっとこういったネタ提供のやつね、需要あるわと思った方はね、もちろん登録してもらったらいいですしね、チャンネル登録、高評価とかね、あとコメントでね、いろいろとまた意見とかね、いただけるとありがたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれぐらいに示させていただきたいと思います。これ自体はちょっと不定期になりますんで、合間のね、ところで、旅行系動画の合間とかでポロッと出てくるかもしれませんので、お楽しみにしていただけるかと思います。ということで、この動画は以上で示させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よいしょ。